できましたって思っていたんで、自信しかなかったです。優勝する気持ちしかなかったですね。地元のまあオーバーエイジとして負けられないっていう気持ちでずっとプレッシャーをかけるじゃないですけど、もう勝たなあかんと思いながら走ってました。自分が勝つ一番うまいと思いながら、今年はちょっと勝負の年かなと思いながら毎節行ってます。ファンの方あっての業界ですし、船木に貢献するっていうのはすごい大事なことやなって思うんで、ありがたいです。名前を売るにはチャンスだと思うので、しっかりそこでアピールできるように、負けたくないので、はい、しっかり走りたいと思います。